皆様こんにちは、パーソナルトレーナーの峯岸です。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。今回もですね、マイクロジムを作ろうってことで動画を作ってます。で、前回確かね、人工芝引きましたという電話を取りましたけど、でも今回はこちら見えますかね、鏡ですね。鏡が入りましたので、今から鏡を、立てかけていこうと思います。で、とりあえずまあ、あさってマシンが来るんですけども、マシンが来たら改めてねちゃんと置こうと思うんですけども、まあ、まずねこの段階でどういうふうに置いてみようかなって、まあ、ちょっとイメージを作るためにね最初ちょっと置いてみようかなと思いますので、頑張ってやっていきます。よろしくお願いします。
はい、ということでね、一応設置が完了しました。鏡をね、設置したのはほとんど奥さんので、ね、僕見てるだけなんですけどね、まあまあそんなことはさておき、ちょっと見ていきましょうか。まずこちらから、はい、まあ、こちら一応ね、一応フリーウェイト、ポイントダンベルとかをね、ダンベルのエクササイズやるための一応鏡として、立ててみました。で今ちょっと1枚だけね、立てたんですけども、ちょっと自分の中ではもう1枚ちょっと、あった方がいいかなって、まあ十分見えるんですけどね、ちょっと絵面的にもう1枚ちょっと買ってみようかなってこともちょっと考えながら、やっております。まあちょっとこれは要検討ですね。はい、まあ、一応ね、立てかけてみました。で続いてこちら、はい、こちら一応ね、あのパワーラック、四角いパワーラックのところにつく鏡ですね。でここに四角くドーンとあって、まあ、あとはスクワットやったりとか、まあデッドリフトできますけどね、っていうので一応使っていこうと思います。まあこちら1枚でも十分ね、あの僕の、まあ結構僕から大きいんですけど、僕の身長とかでもまあ全身入ってちゃんとできるので、まあこれ1枚でいいかなという感じですね。で次でこちら3枚目、ちょっと奥汚くてね、申し訳ないんですけどね、ちょっとまだ作ってますんで、これ3枚目ですね。でこちら一応ね、あとスミス&ハーフゲージっていう、まあ、スミスマシンと、フリーウェイとか両方できるやつがここに置く予定なんですけども、に置いてます。まあ、これも特にね、さっきと同じパワーラックと同じ、まあ、1枚で十分色やっても見えるかなというところなんで、まあ、1枚でいいかなという感じですね。まあ、あとはね、今後ちょっと実際まあマシン置いてみて、やっぱり2枚の方がいいかなとかっていうことを思ったらまた増やすかもしれませんけども、まあ、ただ今マシン来る前でね、やった段階は1枚で十分使えるかなと思いまして、設置しました。あとはこの状態でね、マシンが入ったらどういうふうに見えるかっていうのが今後、楽しみなんで、今ね、今日の時点で、明日明後日に一応マシンありますので、楽しみですね。まあ、皆さんまた今後期待くださいね。はい、以上今日はですね、これで終わりますね。はい、さようなら。